京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの19回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つのポイントになると思いますね。本当そうですよね。ピッチャーを楽にしてあげられるでしょうか？ベイスターズマウンドに上がるのは先発の綾部。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？真由美打席に入ります。前回のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか？相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ストライクです。ファウルになります。インコースボール。見逃し三振。ワンアウトです。バッターは和田。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。綾部、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー綾部、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していく。真ん中打ちました。この打球はファールグラウンドへ、わずかに左に切れました。ファールボール。低め外れました。さあ、3球目は何か。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。センターオーバー。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割2分4厘となっています。いや、すごい数字ですね。まあ、クリーンアップを任されるだけのことはありますよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。打ちました。外、一塁を送ります。2アウトになりました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。初球打ち、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回の裏になります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー石峰。前回のゲームではホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。タイガース、引っ張った、取った、一塁へ、アウト。ワンアウトです。バッターは八木。前回のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。綾部、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて、好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のベイスターズは3位です。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。バッターは注目のルーキーアリアス。前回のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。2アウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3、打った、高く上がった、レフトセンター下がっていく、下がっていく、スタンドに
には届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。バッターの木戸、今シーズン得点圏での打率は5割飛んで3厘となっています。打った高く上がった、突き刺さった、先制のツーランホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。次はピッチャーの打順ですが、先発の土屋、バッターボックスに入ります。打つ方も好きなんで案外期待できるかもしれませんね。うん、そうですね。インサイド見送っています。打ちました。これはどうだ、取りました。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。2回終了2対0、タイガース先制です。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは2番和田。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで走ってきた。キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。サード取った、アウト、ツーアウト。バッターボックスバース、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。さっきはちょっと不甲斐なかったですよね。ええ、ここは気合を入れ直して結果を出したいですよね。うん、そうですね。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、早くもツーアウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、変化球インコース、ストライクです。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。インサイド落ちました。ヒットになった。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー一塁。4番バッター掛布、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。よく見ましたね。膝元、変化球がわずかに外れています。3球目打ちました。タイガースチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。5番バッター石峰、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあ、タイガースその点差を広げていこうかというところです。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割5分3厘となっています。素晴らしい数字だと思いますね。非常に勝負強いですから。さすが。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、3対0タイガース、なおも三塁一塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあ、こうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。さあ、そして打席には八木入ります。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですよね。真ん中打ちました。梶谷が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。
3回終わって3対0タイガースのリード。タイガース4回裏の攻撃になります。アリアスバッターボックスに入ります。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。そうですね、インサイド落ちました。これはショートの横抜けた。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。初球ストレート見送っています。ボール、アウトコース外れます。ボール先行です。ドカーンと大きな当たりです。入ったー、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。ストライクを取りに来たところ、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース5対0。ここ一番の集中力が光ります。その差を5点と突き放しました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。ピッチャーに打順が回って、先発の土屋バッターボックスです。ピッチャーではなくバッターとして打席に立たないといけませんね。そうですね。際どいコースに送ってストライク。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。打ちました。レフトに強い打球、伸びていく。どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。打った、左中間に強い打球、これはどうか、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、6対0になりました。タイガースリードを6点に広げています。バッターは3番バース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。見送ってまずはストライクです。打った、スタンド一直線、文句なし、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中にスッと入ってきた変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターボックスは4番掛布。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ、引き続きここもつなげていきたい場面です。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、外のストレートがストライク、ファウルです。伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは三島。さあ、マウンドを任されたのは三島。さあ、赤星さん、この場面で出てきましたね。まあ、バッターとしては嫌でしょうけど、しっかりボールを見極めていきたいですね。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。打ちました、これはどうだ、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは6番八木。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトランナー三塁です。
バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割7分2厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッター。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、サードランナーホームイン、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。9対0、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスアリアス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。大きく外れてボールです。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、10対0、タイガースちょっと一方的になっています。8番バッター木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホーム、打ちました。ショート取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。先発の土屋、打席に入ります。ピッチャーであっても出塁しようという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球打ち、初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。打順はトップに帰って真由美、前の打席はツーベースでしたからね。ええ、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。ええ、これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで2試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は5割9分6厘となっています。いやすごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチーム、打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、一塁送球します、アウト、ツーアウト、打順は3番バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ええ、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ツーアウトランナー三塁です。打った、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、11対0、タイガースなおもチャンスです。バッターボックス掛布、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだ、どうだ、ライトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、12対0、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは5番石峰、初球打ち、高く上がった、センターが下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン、初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました、タイガース14対0、らしいホームランを見せてくれました。バッターボックス八木、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。よく見ましたね。外の変化球わずかに外れました。ボール先行です。三遊間、山取って、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁、バッターは7番アリアス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。初球打ち、
ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁セーフ。これで5連打。ツーアウトランナー三塁一塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスは8番木戸。今日は2本のホームランを放っています。ツーアウトながらランナー三塁一塁。引っ張った、手を伸ばして取った、一塁へ、アウト。スーパープレーが飛び出しました。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏にランナーを置いて手を出しますが外野へのフライに終わります。先制とはなりません。2回の裏、ツーアウト二塁の場面、8番バッター木戸、その初球でした。タイガース一振りで先制。3回の裏、ツーアウト一塁二塁のチャンス、5番バッター石峰、センターへ運ぶタイムリー。タイガース1点を追加します。4回の裏、ノーアウトで一塁にランナーを置いて8番木戸、3球目しっかりと捉えました。タイガース2点を追加します。先発の土屋、バッターボックスに入ります。まあ当然なんですが、ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちで打席に立たないといけませんね。そうですね。初球空振りです。打ち上げました。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがワンアウトとなっています。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。三島、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。タッチアップ。さあバッターはバース。ここで打点を挙げればシーズン最多打点記録に並びます。初球空振りです。これが2球目、落としてきましたがこれは外れます。引っ張った、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わっています。6回終わって14対0。7回の裏、タイガースの攻撃です。赤星さん、点差を離している展開ですがこの後の回どのような戦い方が必要ですか？確かに点差はありますが1点でも多く追加点を取りたいところですよね。なるほど、攻撃の手を緩めずということですね。いい当たり、これは大きい、伸びていく、どうだ、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、飛び込んだ、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。見事な一発が飛び出しました。バッターは6番八木。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。そうですよね。タイガースホームランで得点を挙げています。高めの変化球は決まりません。ボール先行です。ファウルになります。
ちょっと合わないようです。ツーボールツーストライクです。大きく外れました。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打席には7番バッターアリアス。今日はここまで4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。まあここも気を緩めず行ってほしいですよね。はい、さあここも打ってしまうんでしょうか。ワンアウトランナーありません。これはサード宮崎掴んで2アウトです。この日戸、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出てるというところ。三塁線内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。2アウトランナー1塁。バッターは途中からマウンドに上がっている湯浅。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の糸井。まあこの場面しっかりつなげていくことが大事でしょうね。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、入った入った。ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りましたタイガース。ここ一番の集中力が光ります。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。伸びていく。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが最後はセンターフライ。掴んです。8回の裏タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。三上が4番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのは三上。今シーズン22試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。打ちました。外掴んでワンアウトです。いいプレーに阻まれてしまいました。打席には3番バッターバース。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。センター下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山セカンドランナーに入ります。バッターは4番掛布。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですがまだまだ。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックス石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。今日はバッティング絶好調。2打席連続ホーム。打ちました。ここはフライになっています。ショートに任せます。掴んで2アウトです。打席には6番バッター八木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。2アウトになっています。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。梶谷が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加。試合を制したのは阪神タイガースです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの20回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の東、バッターは真由美。昨日のゲームは4安打を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さあここから打ちました、ヒットになりました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは和田、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは東、そしてキャッチャーは打ちました東、二塁へアウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁、バッターは注目のルーキー掛布、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーは東、ここまで打った、高く上がった、ライトバックバックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁、バッターの石峰、今シーズン得点圏での打率は5割5分8厘となっています。すごい数字ですね、ここもやってくれると思いますよ。あ、そうですか。さあ2球目は何か、打った、レフトに大きな打球、レフト下がる、抜ければ先制ですが、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガースが先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。初回からの先制点、タイムリーで上げています。ここはどんどん攻めたいですね、まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、期待を持っていいんじゃないですかね、その期待に応えてほしい八木、バッターボックスです、
この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね。さすがですね。なるほど。次が3球目。これは内へ外れます。さあ勝負してくるのか。ボールになります。ボールになります。3ボール2ストライクです。外れてフォアボール。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンスが広がります。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。さーっと当ててしまいました。デッドボール。あー、完全にすっぽ抜けてますね。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。さあそしてバッターボックスには木戸入っています。さあチャンスが続き満塁の場面。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。まずは変化球。大きな打球になった。真ん中深いところ破っていった。サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース追加点を挙げました。4対0。これでリードは4点となりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から確実にリードを広げていきます。さあ打席には先発の藤波が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。真ん中打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナータイガースが突き放します。センター前のタイムリーヒット。6対0になりました。タイガースリードを6点に広げています。打順は1番に帰ります。バッター真由美。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて、レフト見送った。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。タイガース8対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の三島。さあマウンドを任されたのは三島。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球ボール。次が2球目。打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。1回終わりました。8対0タイガース先制です。2回裏に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが触れてると思いますよ。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入りました。西さん、もちろん先頭バッターまずは出塁したいですよね。まあ序盤でこの点差という状況ですけど、まだ何が起こるか分かりませんからね。そうですね。この球は外れています。空振り三振、ワンアウトです。この打席でし、初球空振りです。2球目は何で来るか。インコースを厳しく攻めます。3球目は何で来るか。
打ち上げた。この打球はフライになっています。落下点に入ります。3球目打っていきましたが2アウトとなっています。バッターの石峰、ここのところ5試合でホームランを量産する大活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど。初球打ち、三島取って3アウトチェンジ。この回、西さん、ここまでの試合展開どのようにご覧になってますか。一方的ですけども、こういう試合こそ集中力を切らさないで怪我に気をつけて、やってほしいですね。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。まずは変化球から入りました。低め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。タッチはアウト。これでワンアウト。タイガース、この日戸、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってます。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。2アウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の藤波がバッターボックスです。さっきはいいところで打てたんで気持ちよく打席に立ってるでしょうね。そうですね。初球打ち、左中間に落ちました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス和田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。打ちました。切れました。ファールボールです。危ない球です。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん打球のフェンスを越えた。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース10対3。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には4番バッター掛布。タイガースホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。ボールになります。ボール先行です。ここは155キロを計測しています。ファウルです。打ちました。浅いフライ。5球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターは5番石峰、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。
2アウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁、打順は6番八木。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。バッターボックスの八木、今シーズンの得点圏打率は5割7分4厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくないすごい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。これが4球目。打ちました。高いバウンド、大和1塁へ送ります。判定はアウト、3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。4回、こちらが先ほどの配球になります。これが1球目。打った、センターに強い打球、この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席には木戸入ります。さあ追加点のチャンスです。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なる、打ちました。難しいバウンド、取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。はい、バッターボックスには代打の中谷。ワンアウトランナー三塁です。西さん、ここに来て大きなチャンスが回ってきましたね。まあ流れはね来てますよね。そうですね、この起用に応えたい。これが初球。今のは打たないといけませんね。まあ代打、痛烈な打球、高く入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース12対7。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。代打に追加点となるホームランが出ました。もう後がないっていう場面でしたからね。これは相手にとってもかなりプレッシャーがかかりますよ。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。打順は1番に帰ります。バッター真由美。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ストライク。改めてお聞きします、バッターボックスの真由美、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングで、どの方向へも強い打球が打てるんですよ。なるほど、そうですか。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。打順は2番和田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いて迎えるは5番石峰、2点タイムリーヒット、タイガース先制します。さらに続きます、2アウト満塁の場面、8番バッター日戸、左中間へのタイムリーヒット、タイガース2点を追加します。
そして先ほど5回裏の攻撃、ワンアウトで三塁にランナーを置いてピンチヒッター中谷、2球目を捉えました。タイガース2点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。真ん中打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。高め際どいコース決まっています。あっという間に2ストライクです。引っ張った。ファーストが取る。アウト、ワンアウト。打順は4番掛布。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は川谷という打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。ノーボール2ストライクです。打ちました。セカンド取った。2アウトになりました。この打席で安打が出ますとシーズン安打記録と並びます。しかし今シーズンはよく打ちましたね。そうですね。さあこの打席で達成なるのでしょうか。大きく枠を外してきます。ボール先行です。ストライクになります。痛烈、切れました。ファールボール。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフト下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録に並びました。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース13対9。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。バッターボックスには6番ヤギ。タイガースホームランで得点を挙げています。初球これは大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。落ちる球、打ちました。ここは打ち上げています。キャッチャーが構えます。伊藤が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。西さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。いやもちろんですね。こういう時こそね、替えの外にはなりたくないですからね。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウトです。バッターボックス木戸、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。砂田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが2球目。いいところに決めましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。打った、大きな打球になった。レフトバックする、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。高めに浮いたストレート、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース14対9。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。すでにゲームは終盤、この点差があればほぼ勝利は間違いないでしょう。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中、打った、
センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割4分2厘となっています。いやーすごいですね。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。大きく外れました。これが3球目、決まった、高め、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。チャンスの場面振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。初球空振りです。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、15対9、タイガースリードを6点に広げています。3番バッターバース、打った、これはどうか、ファーストの横抜けました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。さあこの打席でシーズン安打記録の更新はなるでしょうか。まあできれば肩の力を抜いてリラックスして臨めるといいんでしょう。打ちました、大和、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。バッターの八木、ここのところ5試合で試合数を上回る6本のホームランを打っていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってます。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の亀山、ヒットでランナーを二塁に置いています。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、ライト見送った、ツーランホームラン、これがチーム6本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました、タイガース。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、打席には1番バッター木戸、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。一塁アウト、中谷が打席に入っています。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね、さあここも打っていけるか。ワンアウトランナーありません。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、打順はトップに帰って真由美、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには2番和田、まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の、打ちました、
大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。